フクロウって夜餌を取るけど昼は見えないのかな。みんなこんにちは、カテナくんだよ。今日はフクロウさんにお話聞いてみたよ。やあ、僕はフクロウ。僕は夜になると巣を出て餌を探すよ。僕の餌？僕の餌はネズミやカエル、ケムシ、昆虫、ヘビや小鳥、魚などさ。僕は夜でもバッチリよく見える。というか、昼よりも夜の方が見えやすいんだ。君たちが何も見えないようなほんのわずかな星明かりの中だってしっかり見えるんだ。と言っても僕だって光が全くないと見えないんだけどね。え、僕は夜しか狩りをしないのかって？そんなことないよ。僕らは毎年2、3羽のヒナを育てているんだけどね。子育てをする夏は昼間から外に出て餌を取るんだ。確かに夜の方が見えやすいけど、昼だって見えないわけじゃないんだよ。へえ、そうだったんだ。フクロウさん、どうもありがとう。今日も見てくれてありがとう。チャンネル登録して君も生き物博士になってね。じゃあねー。バイバーイ。